ドイツの工作機械大手が半導体関連事業を強化するための技術拠点を太白区に設け、今日開所式を行いました。太白区西中田に技術拠点を設けたのは、ドイツで1923年に創業した工作機械の大手トルンプの日本法人です。さまざまな製造業で使われる工作機械のほか、半導体製造装置向けの部品も手掛けていて、東京エレクトロンなど半導体関連企業の集積が進む宮城県に、日本国内を見渡す技術拠点を設けました。川崎市にあった技術拠点を移し、泉区の営業拠点も統合。技術者ら30人が顧客企業への対応に当たります。ここ宮城、そして東北、そして全国のお客様のビジネスでのご成功に、我々トルンプがお力になれるよう、社員一同力を尽くしてまいりたいと思っております。半導体関連企業をめぐっては、今年10月、台湾の半導体製造大手 TSMC が大平村への進出を発表しています。大きな拠点が、会社があると、その周りに関連する事業が集まってくるとといったところで、私は仙台には非常に大きな可能性を今後感じております。トルンプの技術拠点はあさってから稼働します。